9月に入りまして、都内の小中学校では今日から新学期が始まりました。暑さも月が変わって一段落したように感じますね。はい、秋の気配も感じます。そんな中、今年の記録的な暑さが秋以降の経済に影響を与えそうです。はい、じゃ夏休み楽しかった人。たね、<laughs> 子供たちの元気な姿が学校に戻ってきました。

猛烈な暑さが続いた今年の夏都内は青梅市で観測史上初めて40度を超えるなど記録的な猛暑となりました家電量販店では猛暑特需でエアコンが売り上げを伸ばしました昨年比と比べて1割増しになっております長くて2週間待ちであったりちょっと工事業者の関係で,であったり在庫が足りなくなってしまったりだったり かなり取り付けまでに時間がかかってしまう、まあ、エリアもございましてこちらの店では扇風機も例年より多く品物を仕入れましたが売り切れが相次ぎました専門家によると暑さによる個人消費の押し上げはおよそ5000億円に上るといいますしかし暑さの影響によって起こったこの猛暑特需専門家は 今今後反動がが起きるる可能性があとといいますこれは今年と同じように夏のの気温が高かった年の経済成長率を表すすグラフです夏に高かった経済成長率は秋になると一点、マイナスに転じています。 結局その、まあ、消費がその根本的に増える要因としてはです、ねえー、収入が増えないとなかなか消費も増やせないわけですけれども、急に夏暑くなるわけですから、収入がそんなに変わらない中で、まあ、出費のほうが増えてしまう、秋口以降は景気が結構悪くなるという経験則があります。9月に入り、ようやく見えてきた秋の気配ですが、記録的な暑さの影響は今後も懸念されます。